テーブルタップイギリスのテーブルタップテーブルタップは壁等に設置されたコンセントから離れた場所のあるいは複数の電気器具に電源を供給するための電気器具。英語ではパワーストリップといいテーブルタップは和製英語である。電源タップなどの呼び名もある。電気用品安全法の特定電気用品に区分される。通常はコードがあり片側にプラグ反対側に コンセントがついており延長コードとも言う。コードがなくその場で複数に分岐するものはコーナータップ、トリプルタップという。自身も電気器具だが単なる配線であるので電線搭載室の抵抗損失以外、理論上は電力消費はない。コンセントの口数が一つで単純にコードを延長するだけのものもあるが、一般的には複数の口数がある。 家庭用のものとしての主流の使用は国や地域によって異なり、日本では電圧 125V まで、電流 15A まで、最大定格容量は 1500W までのものが多い。高度の長さは目的により 10cm から 20m 程度まで幅広くラインナップされている。付加的な機能として次のようなものがある。テーブルタップの取り替えが推奨される目安は、 その使用の仕方や環境に左右されるが3年から5年とする企業もある。ただし配線の被膜破れ、タップとコードの接続部分の亀裂、コンセント接続部分の熱変形、コケ等がある場合はそのまま使用すると非常に危険なため直ちに交換を要する。大抵のものはコードに製造年が記載されている。ありがとうございます。